つも自分に解いてるのは、はい、どうなりたいのか。それってどういう面ですか。いや、全ての面で。マー君はどうなりたいの。マー君は、うん、今日帰って美味しいものを食べたいですね。じゃあ美味しいものを食べるにはどうすんの。大王を上機嫌にして美味しい店に連れてっていただく。だよ。はい。いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。だよ、人形が。おお、いいですよね。はい。ね、大阪のマダムが作ってくれましたけどね。そうですね。まあ似てますよね。いや、ほんとそっくりで、うん、よくこんなクオリティにできるなって。これライブの衣装ですよね。そう、ライブの時の衣装だしね。はい。メガネまで付け替えできるようにして。犯罪者メガネもね、ちゃんと。あ、そう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 。犯罪者メガネ。うん。容疑者メガネですね。そうだね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。だよ、35歳。っていうのがターニングポイントだよって話、うん、大王から伺ったんですけども、はい、だから35歳で何かした方がいいことってありますかね。いや、別にこれは35歳に限らず、はい、35歳だからやんなきゃいけないとかではなくて、うん、はい、いつも自問自答してほしい質問があるよ。自分に投げかける質問。いつも自分に聞く質問があるんですね。うん、いつもいつも、はい、自分に問うていかないといけないよね。大王はそういう質問を自分に問うっていうのを習慣してる。あ、いつも。あ、そうなんですね。三丁目の夕日よりも、はい、いつも。オールウェイズ。あ、そうなんですね。うん、ぜひその、うん、大王のオールウェイズをお聞きしたいですね。うん、いや、僕がいつも自分に問いてるのは、はい、どうなりたいのか。それってどういう面ですか。いや、全ての面で。あ、だっていつでも質問できるじゃん。どうなりたいのって。マー君はどうなりたいの。僕ですね。うん、マー君は、うん、今日帰って美味しいものを食べたいですね。じゃあ美味しいものを食べるにはどうすんの。大王を上機嫌にして美味しい店に連れてっていただく。まあつまり今のこの収録が正念場ってことですね。今確かにこうどうなりたいの。そうだね。そうだね。自問自答していけば答えたどり着きますね。あのね、はい、質問していけば答えは勝手に出てくるんだよ。これ面白いですね、うん、今みたいな感じですね。どうなりたいのって、うん、今の話だとなんかどこでも使える感じしますね。いや、僕はもうずっと前からいつも自問自答してる。どうなりたいのって。大王は何かきっかけでこの質問を身につけたんですか。皆目見当つかないね。あ、もう皆目見当つかないけど、最近、はい、松田みひろさんと仲良くさせていただいてるから、あの質問の、はいはいはい、だからみひろさんのおかげでさらに質問っていうのを自分に問うようになったね。あ、そうなんですね、うん、だけどもう遥か彼方昔から本当どうなりたいんだろうな自分はっていうのはいつも自問自答してるよね、うんうんうん、あ、そうなんですね。そうだから、そう深掘りしていけば答えは出てくるからね。大王悩んでる時もそういうのを聞いてたんですよ。あ、でもね、その35歳以前は、はい、もうそんなのもわからないから。35歳になってからやっぱり小林聖花さんを皮切りに、はい、いろんな偉大なる先生たちと会ってたじゃない、はい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 、そんな中でやっぱりいつの間にか自分で質問してたよね。自分はどうなりたいんだろうなって、うん、もしかしたらいろんな先生たちが聞いた内容がミックスされてしまって。あ、そう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 、どうなりたいのって言っても僕はやっぱり想定外が好きだから、そのイメージを超えたものが好きだ。そうだから、じゃあ想定外な現象を自分で引き起こすためにはどうしたらいいのかなってこう研究するよね、はい、ああ、そうなんですね、うん、もう一番好きなんだね想定外ってね。あ、自分が見たことも思ったことも考えたこともないことが自分の身に降りかかってくるってすごい楽しいから、うん、あ、そうなんですね、うん、だってこんな想定外だよ。もともと死がないおじさんだよ、はい、死がないおじさん、死がない、もううだつの上がらないおじさんだよ。うだつの上がらないおじさん、全然上がらない、はいはいはい、がさ、はい、いつの間にか担ぎ出されて人様の前で喋るってさ、はいはいはい、こんな人生なんてもう思ったことも考えたこともないよ。今では人形にまでなってる。そうだね、はい、うん、YouTube だってそうだよ。そうですね、だって YouTube だってさ、はい、見てくれる人なんかいるわけないと思ったし、はいはいはい、まあ、そもそも講演会いっぱいしてたけど、はいはい、うん、講演会やるのと、うん、YouTube ってちょっとレベルが違うと思ってたから、はいはいはい、YouTube でその知らない人たちが受け入れてくれるとか思ったこともないし、はい、うん、別に自分自信がないわけじゃないけど、はい、自分のトークとか別にそんな大したことないとか思ってるから YouTube やったって通用しないでしょっていうのが僕の世界観。だよ、どのぐらい登録者数いけばいいと思ってたんですか。1000人。1000人。いや、1000人いったら奇跡だなと思う。1000人いったらすごいぞと。1000人いったら奇跡でしょ、うん、1000人って100人の10倍だよ、はい、本当ですね。だよ、うん、10人の100倍だもん。1000人いたらすごいなって本当当時思ってたからね。はい、でもまあね、こんなあっという間になんかこんなにたくさんの方に見ていただける、うん、あなたたちの想定外だし。13万6000ですよね。そう、だからそれ想定外じゃない、そんな、はい、
おお、それびっくりするよね。今日新幹線でも声をかけていただきました。あ、なんかね、声はねよくかけられる。はい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 。本当によく声かけられるけど、はい、まあありがたいよね。ありがたい。だってジャニーさんと二人でいてもよく声かけられる。あ、そうですよね。この間だって北海道行った時さ、はい、佐藤水さん。そうですよ。僕たちがよく言う。俺ら北海道行くと必ずね、お土産で佐藤水さん寄ってね、はい、買っていくけどさ、はい、皆さん買うなら佐藤水さんで。本当にお願いします。お姉さん頑張ってます今日も。佐藤水さんでさ、はい、買い物したよ。お姉さんの鮭と、この鮭ととか買ってたらさ、うんうんうん、ついてくれた僕よりちょっと上ぐらいのお姉さんがさ、はい、小さな声でさ、あれ多分みんなね、その自分のスタッフとかお客様の手前さ、はい、なんか言えないんだろう、言えないんでしょうね、だから小さい声でさ、はい、太陽いつも見てますって言われて、あ、はい、あ、ありがとうございますってさ、ジャニーさんあそこにいますよって言ったらさ、はい、その時は隠せなかったね、はい、そうなんですね、背徳感が出ちゃってるんですよ。そうそうそう、で2人でいると結構声かけられる、ね、そうですね、そうですね、声かけていただきますね、うん、それこそ想定外じゃん。いや、まさに大王今想定外の世界観にいらっしゃるんですね、うん、だから想定外が僕は好きなんだよね、うん、だってこんなん全然想像できないですよ。全く想像できないし、はい、想像できないからね、うん、まあ、なりたいとも思ってないし、できる限り精一杯やってるけどね。ああ、そうですね。まあ、ジャニーさんのね、少しお役に立てるなら喜んで。はい、いや、だよ、うん。立ちまくりです、本当に。ありがとうございます。どこが？いやいや、ちょ、待って。なんでこんな YouTube で、僕の股間の立ち具合の話しちゃうの？あれ、だよ。何言ってんの？え、だよ、違ったんですか？どこが立ってるの？気持ちの問題だよ。あ、大王すいません。何を言ってるんですか。いや、大王が言ってることって、これあのね、はい、ボイシーじゃないんだよ。あ、ボイシーじゃないんだよ、これは。YouTube だよ。あ、そうなんですね。やめて、 YouTube で下をやめて。いや、大王話してること全部下ネタに聞こえちゃうんですよね。すいません、戻ろう。そうですね、想定外の世界にたどり着くにはどうしたらいいですか、うん、いや、自分の言動を全て想定外にしていくことでしょ。あ、どうなりたいのっていうことを自分に聞いて、想定外の世界がいい、うん、そう、想定外の世界がいい。そのためには、想定外な人生にしていくために、はい、自分はどうしたらいいのか、はいはいはい、答えは簡単じゃない、全てを想定外にしていくと。いや、めっちゃ面白いですね。想定外を投げかけるから想定外がやってくるわけです。はいはいはい。これってちっちゃいことでも始められるじゃないですか。いや、もちろんもちろん。なんかいつも飲まないドリンクを飲んでみたりだとか。あ、もういいんだよ、本当その小さいことの積み重ねだから。あとプレゼントとか。そうそうそう、だから今まで自分がやったことないし、見たことない景色を見に行くとか、うん、そうですね、言ったことないセリフを言ってみるとか、コンビニで店員の人褒めたことなかったら、あ、なんか笑顔が素敵ですねとかさ、そのネクタイ素敵ですねとか、うん、そのピアス素敵ですねとかさ、うん、何でもいいから言ってみるとかさ、うんうん、そうですね、ほとんどの人そんなことしたことないんだから。いや、本当ですよね、うん、だから何でもいいから想定外のエッセンスを、はい、まあ演出していくってことだよね。あ、想定外のことを演出していくから想定外のことがやってくるわけだって。だいぶこのやっぱ想定外のことをするときって初め勇気とかいなかったですよ。全くいらないね。あ、そうなんですね。だってどうなりたいかだよ。あ、そうですか。何でもやらない、そう、ね、やれることはだってたどり着きたい場所がそこにあるんですもんね。そうだよ、だって自分がね、思い描く夢の世界に行けるためだったらさ、何でもしない。そうですよね、だって大したことないじゃない、別にお金かかるわけじゃないし、誰かに迷惑かかるわけじゃないし。いや、それむしろ喜んでもらうことですもんね。人のこと褒めてさ、はい、なんてこと言うんですかとか言わないじゃない。言わない言わない言わないですよ。どう当たってるんですかとか言わないよ。はいはいはい、そうですね、そうですよね。なんで YouTube でその僕の股間の話しないといけないんですか。大王、つい大王が言うことを下ネタに聞こえちゃうんですよ。いやいや、もう本当それボイシーだけですか。ボイシーだけなんですね。ジャニーさんの下ネタはボイシーで。ボイシーでお聞きください。自分が何をすべきかということを考えるときは、うん、どうなりたいのか、うん、はい、だっていろんな人たちがいっぱい人生相談、うん、毎日毎日たくさん来るけどさ、うんうんうん、いや、どうなりたいんですかっていうとほとんどの人が答えられないからね、はい、そうですね、うん、だから自分がどうなりたいのか定まってないのにさ、うん、だって僕は人生運ばれるかどうかだと思ってるからさ、うんうんうん、つまみ上げられるか、だから神様はつまみ上げる人を探してるわけだからさ。あ、そう、ね、そんな中でつまみ上げられる自分を演出してないといけないじゃん、常に。そうですね、それこそ、ね、自分がどうしていいか分かりませんって言ってたらさ、神様だってつまみ上げられて持っていく場所が分からないよ。いや、そうですよね。自分が確固たるものがあってこうなりたいんだって思ってればさ、うん、あ、お前そうなりたいんだね、分かったよってつまみ上げられてその場に持っていかれるわけだからさ。そうですね、うん、つまみ上げられる人生を目指していかなきゃいけないから、そのためにはやっぱ自分が投げかけていかないとダメだよね、うんうんうん、だからそのどうなりたいのかっていう追求をしていけばいいんじゃないのかなと思うよね、うん、そうですね、
はい、これって人からされるよりも自分で自分に問う方が効率いい気がしますね。何回もできるし。いや、いいと思うよね。そうですよね、うん、だから松田美博さんをぜひね学んだらいいんじゃないのかなと思うよね。松田美博さん本いっぱい出てるし。また本出ましたね。美博さんは年間365冊出してるから。毎日出てます、ね、毎日出てるね。そんな人いるんですかっていう反応をしましたけど嘘ですかね。そんな人間いませんから。そんな人間いないんですよ。考えたら分かるじゃないですか。僕の勘違いだった。そうですね。そうです。でも365日の質問っていう本は出してるので。ああ、はい。だからそういうのね、三浦さん素晴らしいから。そうですね。ぜひその本を買って読んでほしいなって思います、うんはい。ということで、幸せな人生に運ばれたいと思っている方は、自分自身がどうなりたいのかっていうことを集中して考えてください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、新しくなりましたのでよろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ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 楽しい。